特歩とは実際にどれくらい健康にいいのか。世にあふれかえる健康食品には痩せますとか肌がきれいになりますなどの効果を表示してはならないという規定があるんです。だがその規定には例外があります。申請された健康食品について厚生労働省の審議会が安全性と有効性を審査し、一定の効果があると認めた場合には、特定保健用食品の認可が認められるんです。人が手足を伸ばした特歩のマークをつけることが許されます。気になる効き目ですが、一般の消費者が信じがちな即効性は特歩にはありません。やはり薬に頼るのではなく、日頃の生活習慣から改善していくのに限るんです。ゴルフ場のキャディさんはなぜ夏でも長袖なのか。ゴルフ場のキャディさんは夏でも長袖に長ズボンなんです。その上、顔をタオルや布などで覆い、なるだけ肌を露出しないようにしています。職業柄毎日太陽の下を歩き回るため、紫外線を極力予防しているんです。そして彼女たちが肌を隠すのにはもう一つ理由があるんです。農薬から身を守るための防御策としても肌を覆い隠しているんです。そもそもゴルフ場のような日当たりのいい広い土地に青々とした芝生が雑草も生えずに広がっているのは極めて不自然なことなんです。雑草はむしってもむしってもしぶとく生えてきます。ゴルフ場のような広大な土地の草むしりをしようものなら、毎日何百人単位の草むしり専門の従業員が必要になっちゃうんですね。無論そんな人件費をかけられるわけもなく、農薬が大量に散布されることになるんです。そんなわけでキャディーさんたちはどんなに暑くても長袖を着ているんです。電車はいつどうやって掃除をしているのか。365日休みなく毎日走っているように見える電車ですが、いつどんな風に掃除をしているんでしょうか。例えばある私鉄の場合は、全車両を3班に分けてローテーションを組んで、3日に1度は車両を休ませ、車体洗浄装置、ガソリンスタンドにある洗車機を巨大にしたようなものにかけてマシン洗浄をしております。ただし内装はこんな風にはいきません。2週間に1度は人間の手で内部の清掃が行われます。床は洗剤をつけて洗ってから水洗いをして、その後水拭きをして、それが乾いたらワックスをかけます。シートは掃除機をかけ、手すりやつり革、窓の内側などは雑巾で丁寧に拭きます。外装もマシンでは落としきれなかった細かい汚れを洗剤をつけたブラシでゴシゴシこすります。こうして念入りに掃除をした後も、月に一度はさらに念入りな掃除をするんだとか。お賽銭は本当はいくら入れたらいいのか。毎年10円だった初詣でのお賽銭が、受験の年だけ500円や1000円に値上がりしたという人も多いはずです。そういう時はお賽銭を奮発した方がご利益も大きそうに感じるものなんですね。いっそ志望校別にお賽銭の相場ランキングを張り出してほしいと思った人もいるかもしれないが、お賽銭の額にランキングなどはあるはずもありません。受験祈願だけでなく、家内安全、
商売繁盛などお願いの内容や規模によっても目安となる金額は決まっておりません。お賽銭は願いを叶えてもらうため神様に払うギャランティーではないんです。もともとお賽銭は初穂といってお米を捧げることだったんです。大自然が神様であるというアミニズム的な考えから、まず神様に収穫の感謝をして、それから自分たちが食べたんです。つまりお賽銭はお米がお金に変わっただけです。だから日頃の感謝の気持ちを表せば金額はいくらでもいいんです。ゴミ収集車が大量のゴミを飲み込める仕組みとは。ゴミ収集車はそんなに大きな車ではないのに、ゴミ袋を底なし沼のように飲み込んできます。あの中はどんな仕組みになっているんでしょうか。今街角でよく見かけるのはゴミ投入装置のついた箱型の2トン車です。テールゲート部分にゴミを小さく中に押し込む装置がついているタイプです。あのテール部分にはエンジンの油圧ポンプで回転する回転板がついていて、投げ込まれたゴミはこの板でかき上げられ、内部で一旦停止するようになっています。その時内部にある押し込み板がゴミをボディに移動させます。この一連の動作でゴミ袋には大きな力がかかり、ごく小さく圧縮されていきます。またこの過程で生ゴミからは水分が出るため、垂れ流しにならないよう、車体下部に汚水タンクもついているんです。偽わさびの原料にはこんなわさびが使われている。近頃のわさびは昔のわさびとは味が違うとか、本物のわさびではないというのはよく聞く話である。本来のわさびの原料だった本わさびは山間部の渓流や泉など極めて水のきれいな場所でしか育成しない植物で、しかも日本にしかないので生産量がごく少ないんです。そのため高級料理店などにしか出回らず、スーパーなどで売っている粉わさびや練りわさびは大抵コピー商品なんです。その材料というと、主原料は西洋わさびなんです。ホースラディッシュと呼ばれる植物です。これに量を増やすために西洋わさびより安い洋からしを混ぜているものがあったり、時にはでんぷんを混ぜているものもあります。これでだいたい現代のわさびの味になりますが、これだけだとわさび特有の緑色にはならないんです。西洋わさびはローストビーフについている白いわさびを思い出してもらえばわかりますが、色が真っ白なんです。このため着色料で色をつけます。青色1号と黄色4号という2種類の合成着色料を混ぜ、わさびのような色を出すのが一般的なようなのです。アイスクリームとシャーベットの違いとは。アイスクリームとシャーベット、兄弟か親戚のようで、でも全く違うようにも思えるこの2つの関係はどうなっているのでしょう。答えは簡単です。原料が全く違うんです。アイスクリームの場合は主役は牛乳です。そこにバター、砂糖、卵、ゼラチンなどを加えて混ぜ合わせて冷やして固めれば出来上がりです。十分に凍らせればアイスクリームになるし、途中でやめればソフトクリームになります。ではシャーベットの場合はどうか。こちらの原料の主役は果汁なんです。フランスで生まれたもので、
洋酒に果汁を加えて少し凍らせ、食事中口直しとして飲んでいたのが始まりでした。ドライバーを監視する道路のカメラの仕組みとは、車を映し出すために道路の脇や上に設置されているカメラは、知られている以上にその数はものすごい多いんです。まずネズミ捕りに使われる通称オービスと呼ばれる速度自動取り締まり装置、これはスピード違反の車をレーダーアンテナでキャッチし、運転者とナンバーをカメラで記録します。これよりさらに進化したシステムが高速走行抑止システム、スピード違反の車をレーダーアンテナが感知し、90メートル先の表示板が速度超過などと警告を出します。それでもスピードを落とさない場合、その先にあるカメラが違反者を撮影して記録、その映像が直ちに警察に送られます。それ以外に車を狙うカメラとしては、事件が起きた時に犯人検挙に意欲を発揮する N システムがあります。通過する車のナンバーを自動的に読み取り、それが手配中の車であるかどうかをコンピューターで瞬時に判断するというものです。他にも高速道路の入り口で入ってくる車をチェックし、そのナンバーを自動的に撮影するものや、渋滞などの交通状況を把握するために設置されたカメラなどもあります。電車に乗るときに使うスイカ、スイカのセンサーが傾いている理由とは、 JR 東日本の IC カードスイカはセンサー部分の上に軽くカードを触れるかかざすだけで改札が通れます。だが改札機に仕掛けられたセンサーの角度にちょっとした秘密があるのをご存知でしょうか。この改札機、試作品の段階ではセンサー部分に 0.2 秒ばかりカードをかざす感覚をつかめないモニターが多く、なかなかスイスイというわけにはいかなかったんです。センサー部分をくぼませたり左右に傾けたりと試行錯誤が繰り返されましたが、最終的にセンサー部分を光らせ、手前に微妙な角度で傾ける形に落ち着きました。その角度は13度です。今度電車に乗るときにスイカを使うときは、改札を通るときはその13度の傾きに注目してみてください。大きなアイデアというものが実に微々たる差から生まれているものであることを実感できるはずです。冷たいものより熱いものを甘く感じるわけとは、ほかほかのあんまんと冷えてしまったあんまん、同じあんまんなのに温かいものの方がより甘く感じるのではないでしょうか。秘密は味覚の受容体である舌の味蕾に隠されています。甘みを感じるメカニズムは、味蕾の受容分子に糖の分子がくっつくところから始まるが、この分子同士の反応は温度が10度上がると2倍にも活性化することが知られています。つまり食べ物の温度が10度高ければ2倍甘く感じられるわけです。ただし温度は高ければ高いほど甘みが増すというわけではなく、人間の場合25度から40度あたりが甘みを感じる適温なんです。なおアイスクリームのような冷たいものも体温によって溶かされると甘みをしっかりと感じ取れます。家にある常備薬の中で何年も使わずに
うっかり使用期限が過ぎてしまったものがあります。こうした薬を捨てたいときはどうしたらいいのでしょう。燃えるゴミで捨てると化学反応や環境への影響が心配ですが、どうなんでしょう。日本大衆薬工業協会に聞きました。薬は使用期限が過ぎてしまったもののほか、いつ買ったかわからなくなったものや中身が変色したものなどがあるでしょう。それらを誤って子供が口にしたり、飼っているペットなどが食べるのを防ぐためにもきちんと処分する必要があります。錠剤やカプセル錠などは紙や封筒でしっかりと包んで燃えるゴミで出します。軟膏やクリーム剤なども容器から中身を紙や封筒に出し、同じように燃えるゴミで出します。目薬やドリンクなどの液剤は下水に流します。またエアゾール剤や噴霧剤は火気のない開放された屋外で中身を出すようにしてください。ハスの花は7月頃に咲きます。ハスは水面からスーッと伸びた茎の先に青々とした大きな丸い葉っぱを開かせます。その葉っぱの間から葉よりも高くさらに茎を伸ばし、明るいピンク色の花を咲かせます。ハスには白い花の種類もあります。家庭で育てやすいサイズの小型の茶碗ハスという種類もあります。ハスの花言葉は清らかな心、神聖です。泥の中から出てきて清らかな美しい花を咲かせるハスの花らしい花言葉です。原産地インドから世界中に広まり、今では様々なモチーフとして使われたり、シンボリックに使われることの多いハスの花はいつ咲くのでしょうか。ハスの花は咲く時間、咲いている期間に特徴があります。ハスの花は早朝に咲き始め、お昼には閉じてしまいます。朝からお昼までが観賞できる時間です。お昼過ぎに咲いているハスの花があったら、それはその日を最後に散ってしまう花なんです。午後のハス池でふっくらと大きく丸みを帯びたハスのつぼみがあったら、午前中に咲いていて翌日も咲くハスの花です。細い茎の上に乗るふっくらとした淡いピンク色のつぼみはキャンドルの火を思わせるような可愛らしさです。ハスの花の季節にはぜひ早起きをして足を運んでみてください。ハスの花の美しさには早起きの眠気を忘れさせてくれる喜びがありますよ。ハスの花は早朝開き、お昼には閉じる。そのサイクルで4日間、4日目は夕方まで咲き続け、そのまま花びらを落として散っていきます。4日目になると花びらは開ききり、花芯の黄色の部分が見えるようになってきます。ふっくらとした丸みのあるフォルムを楽しみたいのであれば、午前中の咲き始めのハスの花を眺めに行きましょう。昔から早起きは三文の徳と言いますが、これは科学的にも本当なんですね。脳にとてもいいんです。起きて2時間以内に太陽の光を浴びますと、自律神経を整えまして体内時計を正常に戻してくれる作用があります。そして夜にはメラトニンをちゃんと作ってくれます。寝れるようになるんですね。朝早く起きて2時間以内に太陽の光を浴びましょう。そしてお昼には30分ぐらいのお昼寝をしましょう。それが一番いいんです。
スマホに入れとくだけでお得をするアプリをご紹介いたします。今回ご紹介いたしますアプリはヘルスケアというアプリです。これは NTT ドコモでやっておりまして、 D ポイントが貯まるアプリなんです。このヘルスケアというアプリ、毎日歩けば歩くほどポイントが貯まります。歩けば歩くほどどん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  D ポイントが貯まってきます。健康とお得の一石二鳥です。体にもお財布にも優しいんです。ぜひ使ってみてください。インターネットでショッピングの Amazon、 Amazon キャンペーン中にいつも使っているカードと他にコンビニで売っています Amazon のギフトカードを買うんです。それを使います。二つ併用するんです。するとどうなるでしょう。ポイントが倍もらえちゃいます。いわばポイントの二重取りっていうやつです。中小企業、事業者様の皆様へ。国はいろいろと助成金というものを出しています。助成金はこちらから申請しない限りはお金はもらえません。いろいろと助成金ありますので調べてみてください。中には歯周病の検査をするだけで最大72万円の助成金がもらえるという健康づくり制度というものもありました。私はそれ使っちゃいましたね。我々は税金を納めているんですから、もらえるものはしっかりと国からもらいましょう。知らないともらい損なんです。調べてちゃんと申請をしてきっちりともらえるものは全部いただいちゃいましょう。実施している期間が短いものもありますので、 Google でググって助成金のことは日頃からまめにチェックしておきましょう。そして手続きがめんどくさければ行政書士さんやいつもお世話になっている税理士さんに頼んじゃえばいいんです。高額費医療費制度や出産祝い金など、申請をしないでもらいはぐったらこんなもったいないことはありません。いろいろこのチャンネルではそういうことも含めて配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。失礼いたします。